4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってビーチナタリー、あと 200m、 先頭はビーチナタリー、残り 100m、 オートリーレッド抜けた、ノーブルバージャー追いすがります。オートリーレッド大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠の当選スピリット、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、山野の目、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して山野の目、鼻に立ちます。その後ろからはカフェパーフェクト、この馬も上がっていく構えです。さらにはハイキーマーシャル、8番ビッグダッシュ、その後ろサマーサスピション、後方からかなりゆったりとした流れ、超スローペースと言っていいでしょう。前は山野の目、当選スピリット、ほとんど差がありません。カフェパーフェクト、3番手成田キングオー、いい位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は山野ノベル、間が空いて当選スピリット、カフェパーフェクト、その後ろ並んでアグネスナイル、エトワールメイル、その後ろ成田キングオー、好位を追走アムールパンサー、その後ろゴールドウィンド、その後ろベルシーヒート、続いています。内からはスキーキャプテン、その外からはインタークルーズ。さあいよいよ直線の攻防、山野ノベル先頭、後続との差は3馬身以上、このリードを保てるか。2番手はゴールドウィンド、残り200m、山野ノベル先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい、成田キングオー抜けた、ゴールドウィンド追いすがります。成田キングオー1着、2着にはどうやらゴールドウィンド、成田キングオー一番人気に応える見事な G1 勝利です。来春の飛躍を期す若駒たちが暮れの中山競馬場に集結しました。皐月賞と同じ舞台でその素質の高さをいち早く示すのは果たしてどの馬か。 G1 ホープフルステークス、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のオートマチック、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、好スタートを決めたのは山の女王、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して山の女王、鼻に立ちます。その後ろからはノーブラート、この馬も上がっていく構えです。さらにはジェニュイン、15番ホットバトル、その後ろでは前の方から先手を取ったのはノーブルシルキー、ノーブラート、そのうちに続いています。並んで16番山の女王、ビッグパス、すぐ後ろその隣にエアバトラー、セントラルエッジ、そのうちに続いています。これに続くのがシェイクプレス、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、一番人気のジェニュイン現在先端に取り付いています。山の女王前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはホットバトル、10番ジェニュイン2番手を追走しています。 1000m を通過、少々スローペース、この馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度
さあ先頭はまだ15番ホットルバトル山の女王ほとんど差がありません。ノーブラート3番手ジェニュイこれはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は山の女王その隣からはホットルバトル4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭は山の女王あと200m 先頭はジェニュイ山の女王必死に追いすがります。山の女王追いすがります。やはり強いジェニュイジェニュイジェニュイ1着にはどうやら山の女王ジェニュイ一番人気に応える見事な G1 勝利です。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のアンダーバンクゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな手遅れはありませんでした。まずは先行争いノーブルシンガー前に行きそうです。成田ブライアンそれに続いています。さらには山のリーダー9番山のキングその後ろもう一度先頭から山のリーダー先手を取りました。並んで8番ノーブルシンガー緑の帽子鳥海キャロルその後ろもう一をキープしています。成田ブライアン第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各は正面スタンド前を通過します。では前の方から先手を取ったのは鳥海キャロルすぐ後ろにナイスシャワー山のリーダーそれに続いています。すぐ後ろにノーブルシンガー並んでビクトリアマイルの勝ち馬アンダーバンクすぐ後ろにアイルトンシンボリ成田ブライアンいい位置です。この辺りで各は第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。1番人気の成田ブライアン中段につけています。では前の方から先手を取ったのはナイスシャワー緑の帽子鳥海キャロルその後ろ少し間が空いてアンダーバンクノーブルシンガーすぐ後ろオレンジの帽子マチカネタンホイザーその後ろ成田ブライアン後位をキープ並んで2番アイルトンシンボリ山のリーダーこの馬もこのグループこの辺りで各は第3コーナーに入ります。先頭は依然としてナイスシャワーナイスシャワーさらにリードを広げます。2番手は鳥海キャロルアンダーバンク3番手成田ブライアンいい位置です。さあここからどうかこの辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はナイスシャワー4コーナーをカーブしてさあこれからです。ナイスシャワー先頭あと 200m 成田ブライアン伸びてきた。ナイスシャワー